こっち見ていただいたんですけど、反対の方見てもらいたい。鳥って言うんですよね。鳥って何だんべみたいなのあるんですけど、鳥っていうのはなんか誘導灯みたいな、工場の誘導灯みたいなので、神様にこのここにね、あなたの入るとこがあるからここから入ってきなさいよっていうマーカーです、お印です。だから空の方からどっから飛んでくるんだかしないけど、ピューンときてその鳥のマークのとこからまっすぐストーンと入るんですね。神様が出入りするね。この鳥の皮っていうのは上です。あの刀の背と同じような弓のようになっている。これが非常にこの、 あの神社の特徴なんですけどね、はい。でもともとそのあった時はさっき濁川の上流、北沢川の向こう北側、つまりこの沢の反対側にあったやつをここに移してるんですけど、まあ、この後にですね、遊白に移ったのは、すぐ忘れちゃうから見ると延享3年1746年って書いてある、ね。1700年の江戸の中期ですわ。でだんだんあのだんだんっていうほとんど金が取れなくなってる時代です、ね。でここには結構古い書いてあって、確かね、こういうものが時代を建てる、あ、これこれ、安永4年、ね、これ安永4年に建てられたってことですね。そこに来たのはそれよりだいぶ前、この後に鳥居を建てた。これからずっとあるんですね、これ。あ、鴨鳴らしててね、一緒に燃えず、倒れずに。でも本当にこれは掘ったと方式で、ボッと埋まってるだけ、珍しいもの。これあの親のやつは傘にって言うんですけど、あの被る傘の傘に、傘に。皆さんのうちに手すりの上にこう被るやつも傘にね。手すりの上にこう一番上に乗ってる平らなところは傘にです。これも傘にって言うんですけど、こういったものがね、安永年間から佐渡はね、安永年間にこういう石細工すごい多いの。金は取れなくなってるんだけど、その他にあのお金がいっぱい動く時代なんです、安永年間。皆さんあのご存知の水替えの人足が集められたのも安永年間です。1778年ですから安永7年8年ぐらいかな。でその頃は誰もそういう苦しい仕事やって稼ごうなんて思わないんだね。ただ、1670年ぐらいまではあのいろんな各集落、その頃230ぐらい村があったんですよ、佐渡には。全部で今でも同じ数ありますよ、多分集落数は。住んでると思います。ただ町の単位とかが違うだけで、その村に行ってあの水替えのためのお金を出させてた。1600年の終わりぐらいまで。それがお金では人足がいなくなっちゃって、今度人を徴収するようになるんです。何人出せなさい。で そうそう、それに逆らって両手の国の方ではあの嫌だって、お金積むから何とかしろって揉め事も起きてるんですよ。そんなこともあって、そういう安永年間って時代の変わり目の時にあのいろんな流通、北前船なんかも1770年ぐらいからですから、安永の終わりぐらいからはすごい発達して、お金で物がこう買えたり融通が利くようになって、まあそれからどん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 もうそういう文化になっていくんですけど、そうすると社会も少しこう裕福になっていって、みんな本なんかも読むようになって、で文化文政時代っていうのがあるんですけど、1700年の終わりから1800年の初めぐらいになってくると、貸本屋さんまで、江戸時代に貸本屋があった字が読めた。寺子屋ブームが1820年ぐらいから始まるんです。1820年ぐらいからもう寺子屋がすごいブームになると、みんな読み書きができて、でなんでそんなに読み書き流行ったと思います？その頃からね、すっごくね、エロ本が出たの。皆さん北斎とかなんかいろんなのあるでしょ、浮世絵っていうのあるじゃないですか。浮世絵って絵だけじゃないんですよ、文章ついてるんですよ、物語が。でそう読みたいじゃん、人の話聞いて、ね、面白いかもしれんけど、ああいうのってこっそり読みたいんだよね、なんかね。なんかお勉強するわけじゃない、お兄さんたちもね。そう、世の中こういうので結構文化って発達するもんですよ。好きなことやるとものすごく伸びる、ね。なんか別の好きなことがあればよかったな。